ここは今は学校の運動場ですか？いいえ、ここはこの向こうの家の地面なのですが、家の人たちが一向構わないで子供らの集まるままにしておくものですから、まるで学校の付属の運動場のようになってしまいましたが、実はそうではありません。それは不思議な方ですね。一体どういうわけでしょう。ここが町になってからみんなで売れ売れと申したそうですが、年寄りの方が、ここは拳銃のただ一つの形見だから、いくら困ってもこれをなくすることはどうしてもできないと答えるそうです。ああ、そうそう、ありましたありました。その拳銃という人は少し足りないと私らは思っていたのです。いつでもはあはあ笑っている人でした。毎日ちょうどこの辺に立って私らの遊ぶのを見ていたのです。この杉もみんなその人が植えたのだそうです。